皆さんこんばんは中西ゆりです偉人素顔の履歴書アフタートークということで番組の収録が終わった後に番組の中ではご紹介しきれなかったエピソードを各先生にたっぷりとお話いただくというコーナーです、はい、偉人こぼれ話なんですけれどもえ今回の撮影はこちら東道高虎でしたね まああの東堂高虎、7回も主君を変えたというのがすごく印象的だなと思ったんですけどただあの、当時は主君を変えるということはそんなに珍しいことじゃなかった信長が天下風に王手をかけて以降、ですね、えー、七度主君を変えて我が家を知ると、いろんな大名家を渡り歩かないと本当に使い勝手のいい寅さんに巡り会えないというふうに言われた時代だったら確かですねそれでもね。 えー、7回もね、資金を変えていったら大体いい、ね、確かにその転職することはそんなに珍しくないけど、うん、転職するたびにどん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 お給料が増えていったっていうのが、うん、彼のすすごいところですよ、ねはい、まずねあの、あんまり見たことがない例ですね。大体いい、転職することに悪くなるとかですねせいぜいちょっとよくいいところで泊まってそこであの、ね、あ納得するというのは多いんですけどね。 もう本当にあの転職するっていうことは、あの特にこの。今の時代って、少し前以上にこうハードルが低くなっているなと思って。うん、だから私の周りでも同世代の子で、結構転職している子多いんですよね、うん。だからね、そういう人こそね、若い方ほどね、この番組を見てほしいんですね。そうですね。うん、転職する時の、まあ。なんて言うんでしょう。こう気をつけないといけないこととか、<う>心構えとか。っていうのを結構学べる。うん、あの成功した東堂高虎にぜひ学んでほしいですね。そうですね。はい。 さあその東道高虎編ですが2月26日土曜日夜8時 BS11 で放送ですぜひご覧くださいさあ、えー、一人こぼれ話のお時間ですここでは過去に番組で取り上げた人物で番組の中でお話ししきれなかったというエピソードを先生にお話ししていただきます、はいえー、本日のテーマはこちらの人物です 去年12月に放送しましまた大石倉之介ですね、はい、もう中心蔵の主人公として、まあまりにも有名な人物ですけども、うん、先生大石蔵之助については語りたいこといっぱいあるとおっしゃってましたね。公と私の部分がありましてね私個人として申しますと大石蔵之助さんは私の先祖の門下生なんですね。 はい、先生のご先祖というと東軍流の、はい、あの東軍流という剣術をうちの家は代々やってきたんですけども、はい、その十二代前の時に大石蔵之助が入門してきてるんですね。ああそうですか。老師には四十七人のうち四人が東軍流なんですね。そうだったんですね。ねその意味では大石蔵之助さんどれだけ活躍していただいても結構なんですけどね。<laughs> これは私の部分、はい、で公の部分すなわち歴史家として見た場合にはこの間の番組ではですね。 人に押されてです、ね、言いたいことがなかなか言えなかったところもあるんですけれども何よりも申し上げたいのはあの大石蔵之助の、まあ、活躍する元になった、えー、あの浅野匠守の,の人情なんですけれどもあれは喧嘩ではないということなんですね。で喧嘩だというからあのいわゆるそのなんて言いますか、えー、不公平だという話になるんですけれどもそうではなしにそもそも幕府は喧嘩と認めてないわけですね。 突然朝野匠の髪が切りつけたんですねこの時残っている証言団はたった一つこの前の遺婚覚えたるかとこう言ったんですねあの歯がいじめされた時にそういうふうに言ったわけですねこの言葉だけなんですよ、はい、で、えー、あの小説の世界文学の世界ではキラさんがいじめたということになるんですけどもキラ光介介は確かにその監督する立場にはありましたけれども朝野匠の髪は同じ役割をもうやってるんですね であの配膳並べたり服装でどうのこうのしたりああいうのは全部作り話であの直使協約というのはあの会計係なんですねえ最後にいくらかかりましたってその分を払うというのは彼の仕事だったわけですねだからそもそもキラーさんにいじめられる理由がないわけですねそこへ突然切りつけたわけですよね。 まあなんかこうイチャモンつけられたに近い感じが。私はね極端な言い方をすればあの若い人が逆ギレした感じですね。<laughs> なんか一言切り替えることをちらっと聞いたのか言ったのかその辺わかりませんけどもそれでその場所からもわきまえないですねいきなり切りつけたわけですね、うん。あまあ何かこうねきっかけはあったんでしょうけれども、うん、ただキラさんからしたらびっくりしちゃいますよね。キラさんは運送労しに襲われて首を取られる瞬間まで。 なぜ自分がこんな目にあったか、おそらく分かってないと思いますね。そうですか。まあ、あの、この前のね、このコーナーでも、うん、あの、ご質問で、うん、あの、吉良上野介は。悪役として描かれることが多いけど、うん、本当に悪人だったんですかみたいな。質問あり,、ね、ありましたけれども、うん、浅野匠の神もそうですし、まあ、吉良上野介もそうです。あと、やっぱ、大石蔵之介本人。まあ、やっぱり、イメージとは違う。違いますね。あの、大石蔵之介という人は、あの、奥さんより背が低かったの。 ああ、のみの夫婦。百五十センチなかったかもしれませんね。ああ<ー>、これ証言だが残ってるんですけどね。<ー>奥さんは、あの逆に言うと、大石蔵之助よりもはるかに、あの背が高かったんです。ああ、そうですか。その印象は確かに、忠臣蔵のドラマの中ではない。印象です忠、ね、臣蔵はみんな主人公は、その、歴、えー、歴、お歴々がや、やるじゃないですか。でもね、あの実際に大石蔵之助に会った人が、大石蔵之助の要望について、何と言ってるかというと。 梅干しみたいな顔って書いてある。<laughs> まあ、梅干しみたいな顔って言われても、なんか。まあ、あの、<laughs> えー、ヒルアンドンですから。まあ、まあ、まあ、ヒルアンドン、ね。だから、そういう人だったというのを、まず歴史的に抑えていくとですね。<ー>喧嘩でなかったものを割、わ無理やり大石蔵之助は喧嘩に持ち込んだわけですね。うん、それから、先の、その、彼のやり、やり方というか。ええー、その、再配布りっていうのは、なるほどと思うところはあるんですけどね。 私どもに言わせればねあの朝の匠の神っていうのは許せんやつですねわけ分からんことでいちゃもんつけてですねいきなりその切りつけてしかも吉良さんは抜いてないんですよねいいですかね喧嘩っていうのはお互い様なのでちゃんちゃんやったら喧嘩ですけれども吉良さん抜いてないんですよねだから幕府はあれを喧嘩と認めなかったわけですよねそれをですね市民のいろんなその声を使ってですね喧嘩に持ち込んだうまいといやうまいですけどねずるいといやずるいですよね もう一つなんかずるいなと思うのは、うん、あの幕府もこの騒動を利用したみたいなところがあるじゃないですか。そこもね、おそらく大石蔵野助というのは優秀な部分がありますからね。多分考え、計算したと思いますね。<ー>商人が幅を利かす時代になったと。武士の肩身が狭いと。しかし武士は主君のためにこれだけ命をかけるんだという演出をやってみせたと。 どうだ武士はすごいもんだろうということを幕府は言いたかったんでしょうね、うん、それを言わせたそれに利用したということで幕府は幕府としてのまあ利益が出たわけですね、うん、一方大石蔵之助はそのことによって切腹という名誉を手に入れたまあ、えー、お互い良かったんですけどね私はねもうとにかくねそうですね。あとはその大石蔵之助が討ち入りのあとですねあの まあ亡くなるまでのその期間というのがあの結構こうなんか楽しい感じで過ごしていたみたいなお話もあったじゃないですか。うん、あの男立ての人たちが集まったということを本編でお話し,しましたけれども、彼にとってはその戸を組んでその何とか目的を達したということがすべてなんですね。 でも、そこで終わってるわけですから、あとは判定がどうなるかだけなので。やるべきことはやれたし、えー、成就した、まあ、成功したと思ってますからね。えー、すごく余裕を持って、その、えー、どういう始末になるかというのを待ってたと思いますね。あの、結構、そのお坊さんたちから、なんかサイン攻めにあったみたいなエピソード。いや、もうね、そのね、江戸の町人たちから見たら、スターですからね。で、まして、その時、五醍将軍の綱吉というのは、将類憐れみの令という。 まあ犬を大事にするこれはまあ非常に私個人としてはいいことだと思ってるんですけど <laughs> 犬好きですもん、ねはい、犬好きですから <laughs> でもその、ね、人間の価値をその人間以外とですね比べるなんてことはおかしな話で、うん、そういう中でいじめられてると思ってる江戸の人たちからすればですねそれに立ち向かおうとしたああの大石蔵之助以下四十七人まあ実際は四十六人ですけれどもこの活躍というのは少佐に値した部分はあると思いますね。 いろんな感情があの物語につながっていくんでしょうけれどもぜひ冷静に史実というのを見極めてもらうのも、えー、私は大切なことではないかという気がしますね。うん、何か他に言い残してたことありませんか、うん、私はあの断言して申し上げますけれどもこの令和の時代に忠臣、えー、蔵は消えると思っております。<laughs> あの伝統芸能として消えることはもちろんありませんけれども、うんえー、映画として伝えていくとかドラマとして新作が次々と放送されるとか昭和の高度経済成長期のようなことはおそらくないのではないか。たらつとも神は神これはありえないですね。 上にいる者がそれなりのことをするから下の人間がついていくわけであって何にもしてくれない上のためにですね下が無条件に従うそんな封建的な時代ではもうすでにないということですね。うん、そうかもしれない。その時代に合っているかどうかっていうところで言うと、はい、まあでも中心蔵のファンで結構根強く、うん、あのいらっしゃるじゃないですか。お父さんもそうですね。あ、うちもそうですね。<laughs> 父も大好きで、すし私もなんなら一緒に毎年見ているので、うん、いやあの各々私もですね。 中心蔵は泣けるんですよ。昔のね東映映画っていうのはね嘘だということはわかるんですけどね。<laughs> 名場面がいくつかあるんですけどね。やっぱね、ま、待ってて泣きますね。あそうです泣けてくるんですね。これは日本人みんなそういうのはあのメンタルな部分を持ってるのかもしれませんけどね。そうですねやはりね時代が変わってきたということはあの中心蔵一つ持ってしても我々に立ってかやっぱ語りかけるものは多いと思いますね。そうですか。まあ、もしかしてなんかこう形とか。 ちょっっと変えて残って残いくのかな、うん、なんかこう違う創作とか漫画とかで違う形で残るかなという気がするんですけどね、うんまあ、しかしね基本が「あのくん足んらず」神とも「真」は「真」という形であるならばこれの新しい解釈で生まれない限り令和を超えて次の元号の時代にですね生き残るとはちょっと考えにくいですね。 じゃあもしかしたらなんか「忠臣蔵」に変わる全然違うなんかそういう物語が登場する可能性もありますよね。うん、あの歴史はね時代によって脚光の浴び方が違いますから、はい、これまで全くその相手にされなかった人が突然その持ち上げられることはこれから先十分考えられますね。うん、じゃあその「中心蔵」に変わる何か新しいお話もちょっと期待してみたいと思いまそうですね。 ここからは視聴者の皆様から寄せられた疑問・質問に各先生にズバリ答えていただきます題して教えて各先生ということで、えー、早速ですが番組サイトに届いた質問をご紹介します、えー、岐阜県にお住まいのペンネームマックスさんよりいただきましたありがとうございます、はいえー、新元号には山本勘介 家康公には坂井忠次本田正信秀吉公には竹中半兵衛黒田官兵衛それぞれ優秀な軍師ナンバー2がいましたが信長公には軍師はいたのでしょうかということです、ね。はわ、いえー、割と歴史を勉強されてる方ですねあの私は山本勘助というのは、えー、実在してないというあの、えー、竹冠が出てくる、えー、山本勘助というのは実在してない人物だと思ってるんですね。はい あの別な字を書く関健さんはいるんですけれども、えー、役割は違います。あのお使い場もしてたので軍師ではないで。その軍師としての立場でこれだけの人間を並べられるというのはよく歴史を勉強されていると思うんですがポイントがちょっとあの難しいところがありましてね軍師とはそもそも何なのかということで軍師というのは職業ではないということをこの番組でも申し上げました、えー、助言を与えるとか。 まあ事実上のナンバーツーの立場にいるってことが非常に重要なわけですね。えそのことで言うならば、織田信長にもそのナンバーツーに相当する、あるいは助言を与える立場にいた軍事的役割をした人間ってのはいるわけですね。例えば橋場秀吉、後の豊臣秀吉ですね。え、はい、そして明智光秀。のみならず五方面軍司令と言われた人たち。 柴田勝家もそうですし丹羽長秀もそうですけれどもみなその軍師のの立場にいたわけですねあそ,うかじゃあその中で、えー、いろいろ言われる中で信長が採用する決断するそして織田軍が動いていくわけですね。そういうふうに考えていただければ助言者のいないリーダーというのはいつの時代も存在しないということですね。 それでいうとあの竹中半兵衛とまあ黒田官兵衛はあのすごく軍師として有名じゃないですか。はいはい、そこの違いって何なんでしょう。おそらくですねあの前半後半で出てきた部分がある。竹中半兵衛がまあ倒れて黒田官兵衛と入れ替わるようにですねちょうどその秀吉が出世していく過程であの分かりやすかったということはありますね。 でそれと、えー軍,隊をえー、軍を直接率いたというところがあまり注目されてないという点もありますねああの例えば黒田官兵衛は黒田家の当主ですから合戦の時は自分の家臣を率いて戦ってるわけですねそ、はい、そこはクローズアップされてないなわけです、ね、そうですすねねうだから武将としての姿もあるにはあるけど、はい、そこはあんまり注目されてないと。はい 結局光の当て方の問題ではないかという気がしますね。そうですか。うん、そういう意味で言ったら、こう本当に軍師っていう、そういう職業があるわけではないので。はい、あの、そこは区別するのは本来だったら、ちょっと不思議な話ではある。はい。で、あの、軍師によく似た言葉に軍配者というのがあるんですね。これは、あの、天気を見たりですね。占って、明日合戦に行っていいか悪いか。そういうことを助言する立場の人がいるんですけれども。これは信長が現れる前が、ほぼ。 えその全盛期で、えー、なかなかその信長の時代以降には登場しなかったタイプの助言者ですね。うん、それは占いをしている人、はい、あの暦を見たりですねあ,<ー>、えー、あるいはあの陰陽道を使ったりですね。こちょっと非科学的なあるいは前でです、ねね、あの占ったりですねそういう立場の人もいたはい。あの何人か確認具,具体的に名前が確認されてる軍配者いますね。うん そこから軍師という立場の人がいわゆる近代戦に相当するような具体的なその戦術の中で助言をする人たちというのがあ一般の方のイメージしている軍師ではないかという気がしますね。ではご質問にあったその信長公には軍師はいたのかということでいうとまあいたという、はい、言えますね。 各先生へのご質問は BS11 番組のホームページから投稿していただけます皆様からの投稿お待ちしておりますそして偉人素顔の履歴書は毎週土曜日夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひご覧ください そして YouTube でお楽しみいただいている偉人こぼれ話毎週火曜日配信ですこちらも合わせてチェックしてくださいそれではチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょう